サッカー選手のキャリアをギュギュッと1分にまとめたワンミーツフットボーラー。本日は鎌田大地選手。鎌田選手は1996年に愛媛県に生まれます。愛媛県といったら元日本代表福西選手、現日本代表長友選手、そして漫画アワシの主人公もそうですね。人口は決して多くありませんが、何かとサッカーと縁が強いに思うのは私だけでしょうか。弟はベガルタ仙台に所属する鎌田博文選手。兄弟でプロになるほどのサッカー一家に育ちました。小学生からサッカーを始め、中学年代はガンバ大阪の育成組織に進みます。しかし、ユースに昇格することは必ず、父の知り合いが監督を務める京都の東山高校へ進学。2015年、サガン鳥栖とプロ契約を勝ち取り入団。2017年、ブンデスリーガのフランクフルト移籍、念願のヨーロッパ移籍を果たします。しかし好調移籍ず、1819シーズンはベルギーのシントトロイデにレンタル移籍することになります。このシーズンは後に日本代表で共に戦うことになる富安武弘や遠藤航なども所属しておりました。この貢献には DMM さんに感謝しかないですね。ベルギーでの活躍が評価され、1シーズンでフランクフルトに戻り、リーグ戦やヨーロッパリーグでの活躍は知っての通り、特に2122シーズンはチームメイトの長谷誠選手と共にヨーロッパリーグ優勝というエーノールと小野伸二選手以来20年ぶりの快挙を成し遂げます。2223シーズンはチャンピオンズリーグに出場し、世界最高峰の戦いを繰り広げております。様々な移籍の噂やチャンピオンズリーグ、ワールドカップと今年は香川選手から目が離せません。